はい、どうもこんにちは、森泉です。バドミントンの試合動画なんですけど、自分の動画って撮ったことありますか？僕は YouTube 始めて4ヶ月ぐらい経つんですが、あんまりね、試合動画とか、あとは自分のフォーム確認の動画っていうのは撮ったことなかったんですね。で、撮ると撮るですごい改善するところがたくさん見えました。本当にまだまだもうバドミントンでも直すところがいっぱいあります。今回はバドミントンの試合動画ってやはりね、長いと30分から40分、またはね、本当に長いと1時間ぐらいかかってしまって、保管するためにもうちょっとね、動画の再生時間というんですかね、凝縮できれば保存方法も管理もすごい楽になりますし、少しアレンジするだけで見やすくなると思いますので、今回ご紹介したいアプリがございます。あ、特に企業案件ではないんですけどで、本日の動画内容になりますが、誰でも簡単にできる動画の編集のやり方についてご説明していきたいと思います。今回紹介したいアプリはこちらになります。はい、こちらのアプリなんですが、僕もね、4ヶ月前ほどから編集してるんですが、動画とか編集したことないんですけれども、僕はね、高校3年生の妹に紹介してもらって教えてもらったので、誰でも簡単にできると思いますので、まあもちろんね、僕がね、こうレクチャーすればさらにね、今出してる動画ほどではないんですけども、クオリティ高いとこまで出せるので、まあ第2弾第3弾と出していきたいと思います。で、今回は僕はね、ブロというアプリを使ってるんですが、これ iPhone も Android も使えますので、無料で撮れますので、一回ね、試されても良いのかなと僕は思いますので、皆さんで、ね、最後までやっていきましょう。あ、皆さんいいねのはお願いいたします。では早速ね、やっていきたいと思います。いきます、スタート。ヒュンやっていこう。はい、では早速やっていきたいと思います。まずね、 iPhone だとこのマークになるので、まずね、アプリを立ち上げていただくとこのように画面ができますね。で、上のね、ビデオを作ろうというところをまずタップしてもらうと、まあ、このようにね、ファイルの中身が出てきます。で、動画をタッチすると下にね、選択した動画が入ります。何個かあれば、何個かタップしてもらえれば順番に、まあ後でね、並び替えもできますので、まずはね、これでやっていきたいと思います。で、選択が終わったら、右上のこちらの矢印ボタンを押してもらうと、こういくつか画面のサイズが選べるんですが、上げる SNS によって選ぶ項目が変わるんですが、 YouTube もそうなんですが、 iPhone の画面フルで見る場合は16対9なので、基本ね、16対9選んでいただければ良いかなと思います。で、選んでもらえると、まあ、このようにね、で、僕の上手い下手は置いといて、とりあえずね、再生ボタンを押すとこのようにね、再生されます。おお、いいですね、バドミントン久々にやりたくなりましたねいいな、この頃は本当にね、楽しく YouTube 撮ろうとしてたね、僕なのでね、全然うまくはないんですが、プッシュレシーブのプッシュ打ってます。はい、で、それで、まあ例えばこういうね、シャトルを打ってる時はね、カットは基本的にはないと思いますが、シャトルをネットに引っ掛けてしまったり、アウトにしてしまった場合、こうやってね、あ、そうそう、これこれこれ、そう、下手くそで、こういう部分がね、おそらくね、いらなくなってくる。まあ、プッシュレシーブはね、シャトル近いのであんまりカットする部分はないんですが、まずね、この部分を一回タッチしてもらうと枠が青くなります。で、横にね、こうやって広げてもらうと、こうやってやるとゆっくりゆっくり再生されるんで、あ、ここでミスりました。なので、だいたいここら辺でね、僕はシャトルをミスってるので、こうちょっと戻してもらえると、そう、ちょうどこの辺りか、この辺りでシャトルがポツンってちょうどね、下に落ちたので、ここからカットします。で、まずここのね、分割というところを押していただいて、で、カットしたいところまでこうやってね、指でね、こう横にずらす
まあ、大体この辺で切りたいなと思った自分の好みの場所でポチッと押すとね、こう区分がまずされます。でこの動画を切る場合、このね左の削除ボタンを押していただくと動画がなくなります。まあ、どういうことかというと、こういうことです。すごくないですか？ほら、今のね、さっきの4秒をカットしたんですが、こんなスムーズに切ることができます。で、万が一ね、間違えてね、こうやって消してしまっても、このね、戻るボタンがここにあります。ここにあるので、押してもらえると復活します。わーい。で、さらにですよ、さらにカットの仕方は終わりなんですが、次にテロップですね、ここに文字を入れたい場合は少しねこう下に下がってもらえると、こちらにテキストというのがねあるので、ここをタッチしていただくといろいろね項目があります。で基本的に僕はねこの右上の2色色の入れてもらうと、例えばと打つね、このようにねどこまで表示できるかというのを選ぶことができます。なのでこの画面をね伸ばしていただいたりするとね、あとねこう今伸ばしたんですけども、最初から最後までって選べば、この動画の間の中ですねはずっと表示されるようになります。でまたはねある一部分だけ入れたい場合はこうやってずらすことができますので、ずらした場合はどうなるかというと、こんな感じでねドライブ打ってますと書くことができます。でもちろんね一言だけじゃなくて、まだまだいっぱい使えるので、ここは例えばねこうやって2言もね3つも4つも入れることができます。でもちろんね本当や本当の変更や、あとはね色の変更もできますので、ね自分だけの動画が作れます。こんな感じかな。あとはね可愛いステッカーがあったり、こうやってね可愛いステッカーがあるんですよ、いっぱい有料の部分もあるので、そこだけね自分で確認をお願いします。僕の場合は YouTube 動画に出したいなと思ったので有料1回入りました。であとはねなんといっても BGM ですよ。もう本当にねもうシャトルだけの BGM 入れない方がいい場合もあるんですが、僕はね YouTube 出してるので BGM ね入れるんですが、まあ無料のものと無料じゃないものもあるので、ちょっと今この画面だとわからないんですが、簡単なものであればねこうやって入れることができますので、あとはね僕ね一人で言ってるので寂しいんで、周りにね観客がいないのでこうやってね観客を入れることもできます。こうやってね効果音も入れることができますので、いろいろと試してもらえるとわかるかなと思います。まあ基本的なお話になりますが、まあカットも含めて BGM 効果音、あとはテロップについてお話しさせていただきました。本当に何だろう、意外にね動画編集する楽しさっていうのは YouTuber としても魅力だと思いますし、まあ多分こういうのがね今後流行ってくるんじゃないのかなと僕自身も思うので、皆さんもまだまだね体感空いてない状況も続きますが、その前にねこういう動画の編集スキルっていうのを一つでも多く身につければ自分の研究材料にもなりますし、あとねバドミントンの動画を作る楽しみ趣味も増えると思いますので、社会に出ても使えるスキルになってくるのかなと思いますので、皆さんもねよかったらチャレンジしてみてください。皆さん
最後までありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんここまでいかがだったでしょうか。簡単にできることを僕はね、YouTube 通して知ることができたんですけれども、僕の動画見ていただいて少しでもやってみようと思っていただけたら、本当にね、僕もねこの動画出してよかったなと思います。またね、さらにですよ、さらにクオリティ高い動画の編集の仕方も配信していきたいなと思いますので、またね、何かご不明点がございましたら下のコメント欄や概要欄の公式 LINE、Gmail 等にお問い合わせお願いいたします。では最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。 Instagram、Twitter もやっておりますので、よかったらフォローお願いします。今後の折り紙ご期待ください。では次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。あったかいね、今日は。いや、暑いぞ。3人で仲良し。じゃあ、バイバーイ。おしまーい。